はい、こんにちは。ですね、今日は固着なんですけども、これですね、ここがね、もう舐めてっていうか、ここ一つだけ外せないだけなんで、こう、塗装できなかったんですけども、あのね、知識もないし、まあ知識っていうか YouTube 見まくりましたけど、ラスペネもないしね、あの、ワニザウルスもないし、で、バーナーもないし、本当にここさえ外れた塗装できるんですけども、まあ、諦めました、ね、もう今すぐにでもやりたいけど、まあ、次回やな、これは塗装だな。ここも舐めとるんですよね、これ。濡れてるのはね、あのラスペネを拭きましたって言ってもないんで、あの556ですけど、ここもね、あの固着ですね。まあこれ次回ということで、今日ちょっとあのなんていうんですか、あの撮る動画じゃないんですよ。あの急遽あの資料として回してるだけなんで、ごめんなさい。次回あの撮れたらまた動画にします。はい、こんにちは。ですね、これ見てください。ついにやりました。どこやったかな、これか、これなんやけどね、ここ店でも一緒か。要は六角ですね。六角で10mm、六角の 10mm でやり、折りました。僕はもう折るつもりでおったんで、これですね、これ折るつもりでやったんで、勝利しましたね。この後塗装して、でもあと見つけます。その間はもう放置ですね。別にドリルでほじくり返してもいいし、別にネジ山どうでもいいし、後ろにナットつけて、また代替品をつけてもいいし、なんかね、工具とかで抜けるんやったら抜いてもいいし、もうどっちでもいいです。はい、今から塗装していきます。はい、こんにちは。ですね、今ちょっと下地処理が終わりましたね。こんな感じなんですけどね、結局ね、カバーをかぶさないとこの下地処理できないでしょ、ね。これはどうなるかでしょうね。もう下地処理すべてなんですよ、塗装って。別にこういう防腐処理やったら、防腐処理も含めてね。そうね、今ライトつけてるんです。ライトつけてもこんなもんか。はい、終わります。はい、こんにちは。ですね、今そう終わりましたけども、どういう点かな、こんな感じですね。これカバーかぶせてしまうともうわけわからなくなるので、まあ防腐処理なんでね、こうなんていうか、まだらになろうが何しようも関係ない。こういう塗装の方が本当に好きで、もう1ベークで終わるでしょ、ね。こんな感じです。どれぐらい打つと、これ見る人いるのかな。だから外さないといけないんですよ、カバーを。もう下地処理ね、終わったら早いんで。はい、以上です。